まあ、ハープならよ。エクスプロージョニスト小野さんからいただきました。小野さん、小野さんありがとう。じゅんさん、リエリー、そらさん、アイさん、スバニチワ。はい、スバニチワ。ついに、うん、ついにこの日がやってきましたね、うん、パーティーメンバー全員が揃うという夢のような瞬間を聞けているのかと思うと、うん、思わず涙が出そうになります、うん、本当泣いていいよ、うん、最後に皆さんに質問です。お、なんで？お互いの第一印象と今はどう思っているのかをお聞きしたいです、とのことでした。おー、第一印象覚えてますっていうのは、うん、なんかじゃあポンポン一気の時のイメージってこと？あ、そこそこ一番最初に、だって、ね、会った時の一期の、じゃあ最初一番目の時に、一番目の時会った時の印象と今の印象っていうのでいいんじゃないですか。あ、じゃあなんかカズマさん、私副署じゃなくてカズマさんずっと呼んでるけどにまずじゃあ第一印象ポンポンポンと一回言ってみますか。じゅんさんの第一印象は、うん、いや、なんか怒らせちゃったかなって思ってたんですよ、特に。え、いや、なんか口数が少ないんですよ、基本的に。じゅんさんが、ああ僕ね、あ、そうだよね、じゅんさんの口数が少なかったから、はい、何か気に食わないことでもしちゃったかなって思って、なんか本当にごめんなさい、とんでもない。だからそういう印象があって、あ、どうしましょうってちょっと思ってたんですけど、ね、でもそのあの、おとなしければおとなしいほど逆に今安心するなって思いました。私はなんかおとなしくいてくれるじゅんさんが見れるとなんかホッとするというか、なんか、ね、普段ね、うん、声荒げないもんね。そう、その印象がね今はあるので、ね、うん、なるほど、うん、皆さんとか言わないもんね。愛さんは？私は、うん、老後も安泰みたいな感じ。老後も大事でしょ。愛ちゃん以外はみんな多分ハテナが出てる。リスナーさんも含めてさ、どういうことなんだ。なんかおじいちゃん感が強かった。ああ。このスバ。物静かな印象だけど、うちに込めるものがめっちゃ熱いみたいな感じがあって、はい、うん、っていうのをなんかどんどんやればやるほど分かってきて。ありがてえや。うん、なんか、なんか最初はなんかそうだね、まあその時からなんか不思議な方だなとは思ってたけど、うん、仕事すればするほどよりなんか深さが、なんか底知れぬ深さがあって、うん、まだ分かんないとこいっぱいあるんだろうなと思う、うん、不思議な人。まあ自分でもよく分かってないです。不思議な人です。ふと何かやりたくなるんで、うん、それちゃんは？そうですね、私は多分一番最初お会いした時に、なんか何歳なんだろうみたいな、年齢不詳、すごい、あの年齢分からなくないですか。分かんないかも、うん、なんか何歳でもいける、うん、何歳でもいける。何歳でも言われたら、言われたら なるほど、うん、全部言えちゃうかもです。そうなんですよね、っていうところがあって、であとはあのやっぱ1話でお互いですけどすごいこう台本とめちゃむけな緊張してるっていう、ね、緊張してたからさ。私はいなくて、しゃべってないんだよ。私見学してたんだけど1話でしゃべってないんだよ俺だって。そうなんですよ、お互い緊張しすぎて台本しか見てなくて、すごい確かに見たかった、そんな二人、今ではありえない。そこから、でもそこから、まあ、どんどん話数が進むにつれて、うん、キャラクターもいろんな表情を見せていくにつれて、うん、なんかね、あの、うん、もう台本こう半分なくてもいいんじゃないかっていうくらい。そんなわけあるかい。もうカズマさんを完全にもう福島さんでしかありえないキャラクターになり、うんうん、そしてあの最初年齢不詳の話でいくと、うん、なんて言うんですかね、いつもこう見守ってくれるような優しいお兄さん感が今はありますね。こないだウィキで調べてたって。なになに、ね、あ、年齢をウィキで調べました。こないだウィキで調べられたんだよ。何を今更調べてんだよ。誕生日祝っただろ俺の。祝ったんですけど、なんで何十何年とか知らないから。いや、何歳でもいいんですよ。ジュンさんはジュンさんだからね。そうですよ。あ、ありがてえ。ジュンさんはジュンさんになることがジュンさんだから。きっと今ね聞いてる人はね、うん、調べてると思うよ。にゃん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 に